本日お手元に配した審査意表に従い審査を進めてまいりたいと思います。なお質疑の方法はいつも一等方式を基本とし、採決は各区分の質疑が終了した後、議案を1件ずつ行います。委員長から執行部にお願いします。答弁にあたって委員長と発言の上挙手をしてください。発言の許可を得た上で必ず所属の名前を述べ、懸命な答弁に努められるようお願い申し上げます。また答弁漏れの内容をご注意願います。なお執行部に反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは反問しますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また反問が終了した際はその旨の発言をしてください。重ねて委員長をお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は必ず電源を切るかマナーモードに設定してください。また議案資料等を閲覧する場合、委員会室に議長から対応されたタブレット端末をと持ち込み使用することが認められています。使用の際には操作音等を発しないようご注意願います。持ち込みが認められたタブレット端末以外の電子機器の持ち込みは禁止されていますのでご注意ください。最後に本日は前の窓と委員会室の後ろのドアを常に開放しておくようにいたします。また定期的に休憩を入れ換気を行いますのでよろしくお願いします。それでは議案審査に入ります。まず議案第1区分、議案第16号令和5年度柏市一般会計予算と委員会所管分についてを議題といたします。本案について質疑があればこれを要します。はい、内田委員。はい、こんにちは。はい、それでは議題となりました、議案第16、議案第1区分の、議案第16号の、次年度の当初予算案についてお尋ねいたします。まずは、財政一般歳入についてお尋ねいたします。経常収支比率と臨時財政対策債の関係でございますが、臨時財政対策債を経常収支比率は込みとしている収支比率と込みでないものの収支比率と、これを確認させてください。よしこ。はい、財政課岡村です。今ご質問の経常収支比率でございます。令和5年度当初予算、分母にですね、財政、臨時財政対策債を含んだ場合の数値が 99.8% となります。一方含まない場合につきましては 101.3% となっております。以上です。はい、内田。臨時財政対策債につきましては、発行限度額というものがあるかと思うんですが、本市においては、発行抑制をしていただいていると思うんですが、次年度につきましては見込みで発行限度額の何割ぐらいを発行する予定でございますか。引き続き財政課にお尋ねします。はい、財政課岡村です。令和5年度当初予算では臨時財政対策債を13億円計上しております。なお今ご質問のあった発行額、発行可能額につきましては我々の資産の中では約16億円ということで試算しておりまして、その約8割にあたる13億円を計上しているという状況でございます。以上です。はい、内田。今後も満額発行については抑制するという方針なんでしょうか。よしこ。はい、財政課岡村です。これまでですね、司祭という面、また普通交付税の代替財源という点、こちらのバランスを考えながら発行してきたと、抑制を、一定程度抑制を図ってきたというところです。基本的な考え方は変わらないんですが、一方でですね、国の方もこの臨時財政対策債については、発行をですね、抑制するという考え方に立って地方財政計画の方を組んでおります。で、私どもの方、13億円ということで、令和5年度当初予算組んでいるところなんですけれども、またその、実際のですね、算定が、7月以降に行われる予定ですので、その数字を見ながらですね、また検討していきたいと考えております。以上です。はい、内田。
ということは、臨済祭につきましては借入金であるという認識をお持ちいただいているということでございますか。よろしく。はい、その通りです。はい、続きまして市民税課の方にお尋ねをいたします。ふるさと納税についてでございますが、これは寄付として入ってくる納税額と、ちょっと収支についてお尋ねしたいんですけれども、そのふるさと納税で、出ていく部分、返礼品分がどれくらいあって、あとはふるさと納税で税控除になって歳入されない部分はどれくらいあって、収支を合わせるとマイナスになると思うんですが、この辺はどのような数値が出てまいりますでしょうか。お示しください。はい、委員長。よろしく。はい、市民税課小宮山です。令和、5年度の予算ベースの方でお答えします。まず、収入となる柏市への寄付額ですが、2億2450万円を見込んでいます。支出については、ふるさと納税にかかる、要は事業費が、約1億3700万円を見込んでおります。それから、控除額ですね、令和4年中に、柏市民が、他市へよその自治体へ寄付したことによる控除額が、17億9600万円を見込んでいます。でこの控除額のうち、地方交付税で、75%、13億4700万円ほど補填されるということとなってますので、それを含めて収支の比較をすると、マイナスの3億6150万円だろうというふうに見ております。以上です。はい、そうしますと、いずれにしてもマイナスということでございますけれども、地方交付税で算定されてもマイナスということであれば、その地方交付税も、他の交付税目とともに入ってくるわけなので、確実に地方交付税で措置されているという確証というのは私は持てないと思うんですが、その辺はふるさと納税についてはどのような認識でしょうか。はい、委員長。はい、おっしゃる通り、他の、交付税と紛れてというんでしょうか、同じ形で入ってるんですが、色はついてないんですが、金額としては4分の3補填するよというルールになっているので、そこは入ってきているものという理解をしております。以上です。宇宙委員。ですので、本市においてはふるさと納税を活用している、事業など、市民公益活動促進基金とか、補助金の事業とかございますけれども、そういうのはふるさと納税を活用しているかと思うんですが、それ以上に過度にやっぱりふるさと納税に依存するすると、逆に歳入されない部分というのが出てくると思うんですが、ふるさと納税にこう依存していかないでいくということはどれくらい考えられるんでしょうか。はい、委員長。ですか。はい、市民税課小宮山です。はい、まずはこのふるさと納税をやっぱり始めたきっかけそのものがですね、よその自治体に要は取られっぱなしで、やはり返礼品をつけないとということで、やってまいりました。今ふるさと納税に、制度としてはおっしゃる通り、首都圏の自治体にとっては非常に厳しい制度出ていく一方で、これは周辺の自治体も変わりありません。なので、要はまたそのアンケートというか、寄付していただいた方にどうして柏市を選ばれましたかというときに、やはり返礼品を狙ってというか、返礼品を魅力に感じてという答えが非常に多くてですね、正直申し上げて返礼品勝負というところがございます。なので、要は魅力的な返礼品を、いかに魅力的な返礼品を揃えるか、イコール、いかに柏の魅力をアピールしていくかというところが、ポイントだというふうに捉えてますので、そこを伸ばしていきたいというふうに考えています。以上です。宇宙委員。私の意見としましては、ふるさと納税制度に依存しないでね、言っていただきたいし、ふるさと納税の
制度的な欠陥については、少しこう周辺自治体と連携して、国に対して要請等を行っていただきたいというふうに考えております。続きまして人事課にお尋ねします。人件費の部分で、障害者の雇用について、職員の雇用についてでございますが、次年度は、障害者雇用、障害者枠で雇用する職員の人数というのはどれくらいになりますでしょうか。はい、人事課与田でございます。来年度に向けてということで、採用試験を実施しておりまして、今のところ合格者3名ということで出ております。以上です。はい、注意。はい、その3名の方というのは、現在のところ本市に就職していただけるという状況でございますか。よろしく。はい、その予定でございます。以上です。はい、宇宙委員。ちなみにちょっと不勉強で恐縮なんですが、前年度、いわゆる今年度の状況というのは何人でございますか。よろしく。はい、合格者 2名ですね。2名の採用となっております。以上です。宇宙委員。はい、1名伸びているということなので、すいません、人事課でございます。はい、すみません、昨年度につきまして合格者2名出ているところですが、採用に至っている者はいないということです。以上です。はい、委員長。よろしく。そういう意味では、伸びがあるということでございますので、障害者雇用は進めていただきたいというのと同時に、次年度、つまり、次々年度に向けて、2024年度に向けて採用していく予定の人数というのはどれくらいを想定してますか。よろしく。はい、人事課与田でございます。法定雇用率につきましては、令和8年度までに、国の方で 3.3% まで、引き上げるということがございますので、それが公表されておりますので、来年度につきましては、再来年度ですね、につきましては、5名程度の募集をかけていきたいというふうに考えております。以上です。宇宙委員。はい、ありがとうございます。障害者雇用については積極的に取り組んでいただいて、民間の、お手本になるような、ね、自治体になっていただきたいというふうに考えております。続きまして、共生交流推進センターの方にお尋ねいたします。男女共同参画推進につきましては、具体的には、どのような取り組みに力を入れていくでしょうか。はい、よろしく。はい、共生交流推進センターによでございます。はい、男女の、主要な事業ですが、本日から、パートナーシップ制度を始めております。そのような多様性の社会を推進する事業、また男女共同ということで、さまざまな講座、女性の、向上を目指した講座等を行っております。以上でございます。宇宙委員。はい、今日からパートナーシップ、ファミリーシップ制度が開始されるということでございます。今ご答弁ございましたけれども、この周知啓発については、この今後どのように進めていきますか。はい、委員長。よろしく。はい、共生交流推進センターにようでございます。はい、広報ホームページをはじめ、男女共同参画センター、パレット柏内に人通りが多いところにございますので、積極的にポスター掲示とか、ポスター掲示、チラシ配布等、また、行事は、各公共施設に、チラシと周知啓発していきたいと考えております。以上でございます。宇宙委員。届け出 の、パートナーシップ、ファミリーシップ制度の届け出については、これは市民化マターになるんでしょうか、それとも、共生交流推進センターマターになるんでしょうか、お示しください。はい、委員長。はい、共生交流推進センターにようでございます。届け出はパレット柏の、男女共同参画センターに届けてもらうことになります。以上でございます。宇宙委員。
まあ、センター長の方からご答弁があったので、パートナーシップファミリーシップ制度について引き続きお尋ねしますけれども、まあ、制度が確立してもまだまだ社会的な偏見というのが拭い捨てないられない部分というのがあるんですが、偏見や差別を解消するために市ができることを、最大限できることをお示しください。はい、委員長。よろしく。はい、共生交流推進センターによでございます。まあLGBT 性的マイノリティに対する人権だということを、まあ、引き続き積極的に啓発していくとともに、まあ、教育委員会にも LGBT ガイドラインを配っておりますので、まあ、教育の面でも、そういった、平等人権意識を、啓発していきたいと考えております。以上でございます。うちはい、教育委員会との連携というのが、大変重要だと思いますので、そこはそこで進めていってください。よろしくお願いします。続きまして、外国人支援につきましてでございますが、国際交流事業については今、国際情勢というのが、大変、緊迫化していますので、ただこの外交と自治体の行う国際交流事業というのはこれは異なっていて、外交上の緊張関係があっても人民同士、まあ、国際的な関係、人民同士というのは友好関係を持たなければならないと考えておりますが、まあ、いわゆる外国人差別というものを排除していくために市は何はできますでしょうか。はい、委員長。よろしく。はい、共生交流推進センターによでございます。外国人差別につきましては、まあ、今回のウクライナ、侵略でも、まあ、一時ロシア人に対する、非難が集まったところでございますけれど、まあ、そちらに対する、まあ、ロシア人差別等をやめようという啓発は、あのホームページ、またチラシ、ポスター等で行っております。以上でございます。ありがとうございます。次にちょっとお尋ねしようかなと思っていたのがその点でございまして、やっぱりロシア政府は加害国、戦争加害国でありますので、そこの罪は重いところではございますが、一方でロシア人民には全く罪のないことでございますので、それが差別されることがないようにしていただきたいというふうに考えています。で、現在ロシア国籍を持つ、柏市民というのはどれくらいいらっしゃいますでしょうか。委員長。よろしく。はい、共生交流推進センターによでございます。ちょっと正確な数字手元にないんですが、30人台でございます、ロシア国籍。以上でございます。うちはい、その点はセンター長の方から前向きなご答弁をいただいたので信頼しておりますので、これはまあロシア国籍だけではなくて、まあ、メディアがいろいろな報道されていて、まあまあ、いわゆる仮想敵国脅威論みたいなものも出ていますが、残念ながら、まあ、そういうところでこう差別が起きないような、取り組みをしていただきたいということを申し述べるところでございます。続きまして、平和事業についてでございますが、本市においてはその戦争体験を語り継ぐ事業とかが行われていますが、そういう語り部の方というのも、まあ、かなり高齢化していて、次世代の語り部の、育成というのが大変重要かと思うんですが、その点についてはどうお考えでしょうか。はい、委員長。よろしく。共生交流推進センターによでございます。はい、やはり高齢化というのは進んでおりますので、まあ、学校訪問事業ということで小学校を対象に、語り部事業も行っております。その中で小学生にも、役割、語る役割を与えて一緒に語っていただいて平和のことを考えていただくということをやっておりますので、まあ、そういった方々が、まあ、将来的に育っていってくれればと考えております。以上でございます。はい、まあ、そういうことをこう次世代を、ね、育成するというんですか、後継者を育成するところにも民間団体にまるっきりお任せではなくて、市の方も少しこう、関与していっていただきたいというふうに考えております。で、
広島長崎等への派遣事業というのは、次年度は行わないということなんですか。はい、委員長。行政交流推進センターにようでございます。はい、広島、長崎派遣事業につきましては周年、10年ごとの周年で考えておりますので令和7年度を予定しております。以上でございます。宇宙員。はい、わかりました。まあ、できれば自治体によっては、毎年派遣しているという事例もございますが、一方本市においては周年ごと、これは5年周期ということでよろしいんでしょうか。理解して。はい、委員長。はい、行政交流推進センターにようでございます。10年周期で行っております。以上でございます。はい、委員長。失礼いたしました。この10年周期もできればもう少しこう短縮して、派遣回数を増やしていっていただきたいというふうに思いますし、平和事業につきましては戦争絶対反対というですね、基本理念がこれは誰でも共通することでございますので、やっぱりこう平和なことを作り出していくというのはやっぱ地域が原点だと思いますので、センターの方の取り組みに期待をしております。続きまして経営戦略課の方にお尋ねいたします。本会議の方でも第6次総合計画、次期総合計画についてお尋ねしたんですが、次年度、第6次総合計画、次期総合計画にの策定に対して取り組むことというのはどういうことがございますか。平主君。はい、経営戦略課稲田です。次年度におきましては、庁内の、会議体制を整えたり、あと審議会を立ち上げたり、策定方針をまず先に作って、その後審議会に諮って計画を策定していこうと考えております。以上です。宇宙。審議会に諮るまで次年度に行いますかね。平主君。審議会に諮問を行います。次年度においてはで、審議会から答申をいただくのは平成6年度を今のところ予定しております。以上です。委員。はい、じゃあ、審議会には諮問をして年度またがりで、答申を得るということでございますよね。委員。経営戦略課稲田です。はい、おっしゃる通りです。はい、委員長。委員。はい、本会議でも申し述べましたが、太田市長の方の政策提言、素晴らしい政策提言もございますので、こういったものも反映していただきたい一方、市民の要求や要望という願いもございますから、これらを天秤にかけて、より良い総合結果ができるように次年度のお取り組みをよろしくお願いいたします。続きまして、防災安全課の方にお尋ねいたします。自主防災組織への活動支援の、詳細についてお示しください。はい、委員長。よろしく。はい、防災安全課須藤です。自主防災組織に支援につきましては、私も職員の派遣が、大まかなものになろうかと思っています。最近では、コロナも明けましてですね、強みと地域の動きが活発化しておりますので、職員を派遣いたしまして、各地域におけるですね、防災資源のご紹介ですとか、資機材の使い方ですとか、そういったものを行っております。以上です。宇宙。防災の時に、よく指摘、本会議などでも指摘させていただくところ、昨年の総務委員会でも、ご指摘させていただきましたが、自助、共助、公助とある中で、やっぱり行政として、公助が入る時期というのはできるだけ早めていただきたいと思うんですね。で、自主防災組織でどこまでのところの共助を進めていける、逆に言うと行政側からするとどこまでこう共助に依拠していくというような考えでいらっしゃいますか。ですか。はい、防災安全課の須藤です。自助共助公助ございますが、やはり公助ということになりますとですね、行政の、力というものについてはある程度限られた部分がございますので、当初、まず自助というところでですね、
それぞれが、自分の命を守るという部分に、活動いただいてですね、その次の段階でですね、共助というところで、まあ、お隣同士のですね、声かけですとか、あるいは避難される際の避難所の、運営ですとか、そういうところで、市の職員が、現場に駆けつける前の、自分の命を守りつつできる範囲内での行動をお願いできればと思ってございます。以上です。一員、そこら辺は自主防災組織とは共通理解になっておりますでしょうか。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。そのようなつもりで私も考えてございますが、やはり地域の今、コロナもございまして、希薄化されておりますので、そういうところで、さらなる意識づけてもらう必要になってくるかと思います。以上です。一員、まあ、一方で、自主防災組織を運営している中の、まあ、方に中の、には、早くね、災害があった時に行政に介入してほしいと、まあ、行政の手をに、まあ、早く手を差し伸べてほしいという意見もありますので、これも自助と共助に、やむを得ない部分も当然最初、災害発災時はございますけれども、そこに依拠せず一刻も早くね、公の手が差し伸べられるようにご尽力いただきたい。特に危機管理部を設定、新設して、したわけですから、その機能をしっかり活かしていただきたいというふうに考えます。街頭防犯カメラについてでございますが、次年度はどれくらいの箇所に設置ができる予定でございますか。林君。はい、防災安全課の須藤です。街頭防犯カメラにつきましては、市がつけるものと、町会に補助をいたしまして、町会がつけるものがございます。おおむねそれぞれ25台前後、設置する予定でございます。以上です。一員、箇所付けの判断基準は計画的に行われるのか、それとも直近の犯罪等が発生している場所を選定するのか、あとは箇所付けにつ、まあ、そこら辺まずお尋ねします。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。箇所付けにつきましては、毎年度ですね、警察と協議した上で必要な箇所について設置をしていくと。また町会が設置するものにつきましてもですね、私ども設置場所をお示しいただいた後にですね、警察とも協議した上で、町会の方へのアドバイスをしていくような状況でございます。以上です。一員、次年度はその防犯か、まあ、次年度に限ったことじゃないんでしょうけれども、防犯カメラの設置箇所というのは、これ公開するかどうかっていうのはすごくこう微妙なところでいると思うんですけど、公開についてはするんでしょうか。翌年度設置する場所について具体的な公開というのは、してはございませんが、当然ながら設置後は、防犯カメラがあるということについて、市中等に表示している状況でございます。以上です。一員、まあ、公開につきましては、防犯カメラがあるところで犯罪を起こすということはまずありえないわけで、他にこう犯罪が飛び火、抑止効果がある一方、犯罪が飛び火してしまうという可能性もあるので、まあ、そこは賛否両論の意見を受け入れて、まあ、現在公開しているところで何らトラブルはないとは思う、まあ、そういう、こう公開していることでの弊害というのは起きていないですよね。よろしく。はい、防災安全課です。そういった報告は受けてございません。以上です。一員、まあ、様々な点に留意していただいて、公開の方はお願いしたいと思います。そして防犯カメラについては以上です。続いて振り込め詐欺、対策でございますけれども、前回の補正予算でもいただいた電話機の、対応について対応、貸し出しですか、事業も有効ではございますが、どうなんでしょうかね。留守番電話に設定することなどを、まあ、報道なんかでも盛んにこう してますけども、根本的にはやっぱりこう振り込め詐欺そのものに合わないというね、啓発というのが大事であって、あんまりこう閉鎖的になってどの電話にも出ないとか、そういうことになると、もし万が一の緊急の連絡が取れなくなってしまうということもあるんですが、そういう面で言うと、詐欺に遭わないという市民への啓発というのが
大変大事になってくると思うんですが、その点はどのふうに考えてますか。はい、防災安全課の須藤です。今回録音機器の配布につきましては、犯人側の方はですね、録音を嫌うということで、こういったものをあらかじめ録音しますというメッセージを流す、それを受けた上で必要な方に、本来に本当につなぎたい方についてはですね、その後も電話を、持ってていただく状況の中で呼び出しベルが鳴るというような状況でございますので、決してまあ出ないということではなくてですね、出る前にですね、そういったものを抑えるというようなことが必要かなというふうに思って今回の録音機の、事業を行っているところでございます。ただやはり高齢者の方がですね、被害に遭いやすいというところがございますので、周知の仕方につきましてはですね、一概にホームページだとかメールというものではなくですね、さまざまな媒体、それぞれが年齢に応じたですね、必要な媒体でご案内していく必要があろうかと思ってございます。以上です。電話に、過度にこう出ないとか、あまりこう意識することがないように、振り込め詐欺被害に遭わないための、力をつけていく、そういうことにもご尽力いただきたいと思います。続きまして、ですね、客引き等対策事業でございますが、昨年ももしかしたらお尋ねしたかと思うんですが、他の自治体でこの客引き行為の防止に本来は目的化されているものが、例えばボランティア活動や市民運動などにこう監視をしていくという懸念があって、自治体によってはその声かけなどもしているという事例も聞いているところではございますけれども、その点のこう留意点っていうんですか、あくまでもこれは客引きとかスカウトを防止するための、目的であって、それ以外の用途で市民運動やボランティア活動が萎縮させてはならないというところは強い意思を持っていただきたいんですが、その点についてのご見解をお示しください。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。議員おっしゃる通り、そこの市民運動だとかそういったものを監視という目的は一切なくですね、当然条例を定めて、おりますので、その中で、居酒屋ですとかカラオケですとか、キャバレークラブだとかですね、そういった、対象業種をですね、絞りまして、それに、伴う、行動について監視をしていると、監視取り締まりをしているというような状況でございます。以上です。実際に、今年度に、客引き、それあとスカウト、それぞれに、注意喚起した実績というのは何件ぐらいあるんでしょうか。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。口頭注意につきましてはですね、やはり市内、柏駅前ですね、おおむねスカウトと、居酒屋の客引きとほぼ特定されているようなメンバーがおりますので、そういったものについては常に口頭注意と、事象が起これば、ね、常に行っているというような状況でございます。以上です。まだ件数については集計はしておりませんか。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。おおむね、ほぼ、1週間のうちですね、6日、4日間ほぼ活動しておりますが、鳴らしていくと大体1日1回は口頭注意があるような、そんなイメージかと思います。以上です。はい、客引きで被害に遭ったり、とりわけスカウトにつきましては、将来のこう、ね、ことにも関わってくるし、人権問題にもなってきますので、この事業そのものはしっかり継続していただきたいんですが、冒頭にも申し上げたように、目的外の活用にはならないでいただきたいということを要望いたします。続いて、救急科にお尋ねをいたします。救急救命士と指導救命士はこれ毎年予算を見ると1名ずつということでございますが、養成事業につきましてはこれは今年度も1名という、予算概要には記載ございますけれども、もう少しこう増やして養成を増やしていくということはできないんでしょうか。はい、救急科の倉橋と申します。一応、救急救命士養成計画及び指導救命士の養成計画を立てて毎年1名の養成となっております。以上です。よろしく。
はい、毎年1名ということになると、その計画では、何年度までこれを継続していくということですか、それとも特に年度の定めはなく1名ずつ毎年更新して要請を更新していくということになりますでしょうか。はい、救急科の倉橋と申します。救急救命士養成事業については2年度から11年度まで1名ずつ計画しております。指導救命士にあっては1名の養成計画を実施しております。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、せっかく要請するんですから、しっかりですね、それらの方がスキルが発揮できるようにしていただきたいと思います。最後も救急科でございますが、あ、失礼いたしました、警防科になりますかね、消防車両救急のとかその資機材の購入についてでございますが、ざっくりと、来年度購入する、消防救急車両及び資機材の、配置場所、配置のする消防署について、ご説明ください。林君。はい、警防課本田です。来年度予定している車両資機材につきましては、まず災害対応特殊救急自動車2台。こちら2台とも東部消防署になります。救急東部1号車と救急東部2号車、それから資材搬送車につきましては西部消防署の配置となります。続きまして広報車、こちらは西原分署の配置となります。最後に小型動力ポンプ付き積載車は消防団の方に配備となります。以上です。一員。はい、資機材については具体的にはどのようなものを購入するんでしょうか。林君。はい、警防課本田です。例えばですね、救急車と同時に高度救命資機材等を購入いたします。小型ポンプ付き積載車であれば、ホースであったり小型ポンプであったり消防活動に必要な資機材を購入いたします。以上です。一員。はい、ぜひ有効活用していっていただきたいというふうに思います。以上をもちまして私の議案第16号議案第1区分に対する質疑を終わります。ありがとうございました。他に質疑はありませんか。はい、はい、それでは歳入について伺います。前年同比30億ぐらいが上がってるんですが、この30億程度を見積もった内訳といいますか、根拠といいますか、どういう見積もりでこういうふうになったのかについてお示しください。はい、主君。はい、財政課岡村です。今の市税収入ということでよろしいでしょうか。はい、はい、市税収入、今ご案内あった通りですね、前年比、約30億4300万円増の716億7000万円という形状になっております。主な内訳を申し上げますと、個人市民税が前年度に対して約11億900万円、また法人市民税が6億9700万円、また固定資産税と都市計画税を合わせた数字で約11億5000万円の増となっているのが主な内訳となっております。以上です。はい、はい、それを見積もった、どういう情勢を見てそういうふうに見積もったのかという点についてお聞かせください。はい、財政課岡村です。まず個人市民税、こちらにつきましては、いずれも市税につきましてはいずれも令和4年度のですね、決算見込みをベースに、収入額を見積もっていると、予算額を見積もっているという状況になりますが、まず個人市民税につきましては、主な要因とし 増額している要因といたしましては、まず納税義務者数の増があります。また、この一人当たりの納税額につきましては、厚生労働省の調査等も踏まえてですね、給与所得が伸びるであろうといったところ等も反映して、こういった数字を出していると
というところです。また法人市民税、こちらにつきましては、こちらもですね、令和4年度の決算見込みを踏まえてですね、それに近しい数字ということで、予算計上を行っております。また固定資産税、都市計画税につきましては、まちづくりが進む中、土地価格整理事業の進捗等でですね、に合わせて、主にですね、建物こちらのですね、新築等が見込まれるというあたりで、前年度に対して11億5000万円の増といった形で、予算を計上しているという状況でございます。以上です。はい、はい、コロナで経済があまり伸びていないという、世の中の動きですとか、5月から5類相当になって国県の補助金というんでしょうか、支出金も少なくなってくるであろうということとか、今後、少子化で、人口も減っていくんだろうという見積もりの中で、毎年毎年こういうふうに上がっていくとは思いづらいところにあって、新しい事業を継続的になっていく事業が結構入ってきていますので、これが今後その税収が落ちたときに今継続で開始したものが維持できるのかというところを若干心配しているわけでして、今年30億増えたからといってドーンと使い始めたら、何年後かにそれがボディーブローのように効いてきて結局他の財政を叩いてくるということが、本当にそんなに経済が今上向いているのかというのがちょっと非常に不安な感じをしております。当然何らかの状況が変われば補正でいろいろ変更はされるとは思うんですが、そこら辺をしっかり見ていっていただきたいなというふうに思います。次に危機管理のコントについてちょっと伺います。情報管理システムで500万円ほど計上されていますけれども、これがハードなのかソフトなのか、運用でかかるのか、そこら辺の内訳を教えてください。はい、林君。危機管理政策課ごとでございます。ご質問のありました危機事象に関する、情報管理システムでございますが、債務負担行為を組まさせていただきまして、令和5年4月1日から、運用を開始する予定でございます。現在最終チェックをしているところでございます。でこちらについてはクラウド上のシステムを使いまして、情報の管理、または、情報発信を行う管理システムございまして、さまざまな情報が集まってきたものをですね、地図情報上に集約いたしまして、ここに市内全域でどういう事象が起きていて、どの程度復旧がされているのかというものを可視化できるようなシステムでございます。またもう一つ情報の収集でございますが、SNS 上に、アップされています柏市の情報の中から、災害に関するものをAI を使いまして収集しまして、その情報の入っている情報、またはそこに映っている動画写真などを、見まして、職員の方で判断してそれを、道路部門ですとか水道部門、下水道部門、そういったところに調査をするように、依頼するというような、情報の収集管理、発信、この3つを行うシステムを4月1日から稼働する予定でございます。以上です。はい、稼働は理解しましたけども、その500万円がその機材の購入に充てられるのか、クラウドという話でしたのでアプリのリースに何かかかるのか、市役所として何台ぐらいそれが、持つことになるのか、民間の人が同じようなそのアプリを入れて使えるようになる、それでデータを入力するのか、そこら辺のつながりがちょっとよく見えてないのでそこを教えてください。はい、委員長。よろしく。はい、機関に政策課ごとでございます。まず予算の内訳でございますが、先ほど言いました情報の収集部門、こちらにつきましては、導入経費は特にはかかりませんが、年間1年間でですね、10万5600円、これが、システムを使う運用費でございます。で情報の管理システム、発信システムの方でございますが、当初の導入経費につきましては、231万円、かかります。また運用経費につきましては、
1年間で272万が経費としてかかります。でこちらのシステムにつきましては、一応情報管理システムの方につきましては、まあ、特にアカウントの制約とかはございませんので、まあ、最大全部署でも同時に使えるというような管理になっております。また収集システムにつきましては、一応危機管理部で、一部で情報を集めるという想定で今この契約をしております。で市民の方がこちらに、アクセスできるかという質問につきましては、これはまあ一応市の方で管理をしておりますので、使うことはできないんですが、ただ市民側のメリットとしましては、例えば、災害時に、地図情報で、避難所がどこにあるかというのを探して一番近いところを、ピックアップしたりですとか、でそこに避難する場合には GPS が、ご利用者の方が、使っていればそこまで一番短距離で道案内をする、そういったような市民の使い勝手は用意してございます。以上です。はい、わかりました。最後の、最後はこれ要望ですけれども、先ほど平和啓発事業の話がありまして、戦争反対をもっと広めるというような意見もございましたが、反対を教えるだけでは平和にはなりませんので、そこもしっかりバランスの取れた事業を推進していただきたいと思います。以上で質問を終わります。他に質疑はありませんか。はい、はい、では予算について、議案16号の予算について伺いたいと思います。全体的なその歳入のことなんですけれども、地方交付税について昨年度より予算の段階で多分5億円低い予算になっていると思いますけども、地方交付税がこの減額で計上されたっていう理由についてお示しください。よろしく。はい、財政課岡村です。こちらにつきましては、私どもの方で、まあ、試算をした結果となっております。まあ、減額した主な理由としましては、まあ、その他の一般財源、まあ、特に市税ですけれども、こういったものが伸びているといったところを考慮してですね、5億円減の24億円を計上しているという状況になっております。以上です。はい、非常にその、計算するの、試算するのっておそらく難しいだろうなというふうには思いましたが、国の方の地方財政計画では前年同比で確かプラスの 1.7% なんですね。国の方の計画では柏市のその市税の伸びがもちろんその地方交付税には影響するとは思いますけども、この国の方の地方財政計画のこの伸び、これも当然ながら算定して、それを考慮して算定したということでよろしいんでしょうか。よろしく。はい、財政課岡村です。おっしゃる通りですね、まあ、国の方の地方財政計画、こちらの状況なども踏まえた上勘案して、計算し予算計上額を決定したというところでございます。はい、わかります。はい、次に財政調整基金について伺います。これも本会議では結構議論になっていましたけれども、柏市はそもそもこの財政調整基金については積立額の目標というのは持っているんでしょうか。よろしく。はい、財政課岡村です。こちら、ま、具体的な目標ということではないんですけれども、ま、財政調整基金、ま、災害等への対応でですね、ま、財源調整の機能を果たすということで一定程度の残高は確保する必要があるだろうということで、運用活用を図っているところです。具体的には、ま、一般的にですね、標準財政規模、各団体の標準財政規模の 10% から 20% が適当と一般的に言われておりまして、まあ、柏市ではですね、少なくとも 10% を程度は目安としてですね、確保していきたいということで、活用運用を図っているというところでございます。以上です。はい、もちろん財政調整基金がゼロでいいとは思いませんけども、やはり過大な基金になっているんではないかということを感じます。それで標準財政規模っていう今お話ありました。おそらく
毎年標準財政規模っていうのは当然ながら変わるのかなと思いますけども、標準財政規模、まあ、では4年で言えばどのくらいの金額になるんでしょうか。よしく、はい、財政課岡村です。令和4年度ですが、これは国庫税の方の、再算定ということが行われて、その再算定後の数字ですけれども、標準財政規模は約846億円ということになっております。以上です。ありがとう。いろんなその自治体の情報なんか見ますと、例えば 5% から 10% っていう数字を目にした時もあります。で、 10% と 20% じゃこれ倍違うわけですし、 10% を本当に常にこう積んでおく必要があるのかなっていうところでは疑問を持ってます。もっと有効にいろんな事業に活用すべきだっていうふうに私ども思います。それでですね、その金額の考え方なんですけども、その決算剰余金を、編入した前なのか後なのかはどっちでしょうか。よしこ、ですね、こちらは基本的には決算の数字で確保していくっていうのが必要かと考えてます。しかしながら、予算を組むにあたってもですね、予算通りに執行した場合に、一定程度の残高を確保する必要があるであろうということで、予算を組む段階でもですね、その残高が 10% 程度は確保できるようにということで、調整を図っているところです。以上です。はい、基金のやはりあり方っていうのは今後も議論していきたいなというふうに思います。それで予算を編成するとき の, マイナス 5% のシーリングなんですけども、本会議でもこれ議論になっていました。で、柏市としてはこのマイナス 5% シーリングっていうのを、どんなふうにこう予算編成時にこれ基本的な考え方ですねしているのか、でかつてはその 10% マイナスって言ってた時期もあったと思います。この辺についての説明をお願いします。よしこ、はい、財政課岡村です。まず令和5年度当初予算編成にあたってのこのシーリングの考え方ですけれども、こちらも本会議でですね、市長から答弁あったかと思いますけれども、基本的にはこの経常的な経費のうちですね、政策的な経費であったりとか義務的経費、人件費、交際費、扶助費ですけれども、こういったものを除いた経常的な経費というのを対象経費としております。で、令和5年度についてはですね、対象経費については 5% 前年度の予算に対して 5% 削減、こちらを目標として、要求上限額ということで設定したところでございます。で、こちらはですね、あと過去の取り組みにつきましては、10% というお言葉あったんですけど、ちょっと近年のですね、状況を確認したところ、10% というところまでは確認できなかったんですけども、やっぱりですね、調べた範囲ではですね、平成26年度以降は少なくともこのマイナスシーリングというのは実施していると。ちょっと率については年度によって違いがあるので、ここではちょっと具体は申し上げられませんけれども、おおむね 5% であったり 3% であったりといったシーリングをかけているという実績は確認できたところです。以上です。はい、確か千葉県は今も10% シリングだと思うんですね。もちろん全てではないと思うんですけども、その予算編成するときのその考え方として、やはり一律に、もちろん柏市も一律に考えているんではないと思いますけども、必要なところには本当に必要な、予算が必要だと思います。で、そういった検討の予算を編成する検討の過程っていうのは私たちはこう知ることってできるんでしょうか。それともやっぱり内部の協議事項でそこまではこう公開されないもんなんでしょうか。よしく、はい、財政課岡村です。予算編成のですね、検討状況、編成過程の公表ということではですね、ホームページの方で、公表させていただいているところなんですけれども、おっしゃる通りですね、
こういった細かい点までは出していなくてですね、例えば部局別に予算要求額が、まあ、政策経費も含めて、どの程度あったとか、それに対して予算額が、最終的にいくらになったとか、こういった内容での公開はしているという状況でございます。以上です。はい、できる限り情報が公開されて、私たちもそういう検討 の過程がこう分かってチェックできるといいなとちょっと思いました。それですね、これも全体的なことなんですけども、人事課の方に伺いたいと思います。職員の定数なんですけども、新年度新たな、まあ、事業ですとか、今後柏市が児童相談所の設置とかでの職員はまあ、定数も増えましたし、増えてくるんではないかなと思いますけども、これまでその、正規の職員と会計年度任用職員の比率っていうのが柏市の場合はほぼ50対50にかなり近かったと思います。それで特に会計年度の、まあ、任用職員の比率が高いわけですけども、新年度は比率で言いますとどういうふうになるでしょうか。よしく、はい、人事課与田でございます。委員おっしゃる通り、令和4年度の、まあ、当初の数字では正規職員が2922人、会計年度任用職員が2928人ということで、まあ、正規と、まあ、会計年度の、まあ、比率はほぼ同じというような状況になっております。で、令和5年度につきましては、まだ予算が執行されてないということやですね、人事課以外 の担当課の方で採用というものがございますので、正式な数字というのが、まあ、出せないところではあるんですが、令和5年の2月現在におきまして、まあ、この数字でですね、会計年度任用職員が3083人ということになります。で、令和5年度についても、まあ、この数字に近い、方の、まあ、採用ということになるんじゃないかというふうに考えておりまして、そうした場合ですね、大体まあ比率が、まあ、同じぐらいか、もしくは正規49に対して会計年度51、ぐらいの数字になる のではないかというふうに考えております。以上です。はい、継続的な仕事の場合ですね、例えば半年とか1年で完結するような仕事ではなく、同じ仕事に長い間長いこと従事するっていう場合、やはり私は会計年度ではなく積極的にその正規職員を採用すべきだっていうふうに思います。それが市民サービスの向上にもなるし、会計年度の方 その賃金のことを考えたときに、それでいいのかなってちょっと常々疑問に思うんですけれども、例えば、退職者不補充の方針があって、柏市は現業ですね、退職者不補充の、ままだと思います。それでこれまで議会での質問の中では、まあ、その方針を今すぐ変えるわけではないけど検証は行うっていうのが主要答弁でした。で、この退職者不補充に関してはやはりどこかできちんとその効果ですとか費用のこと、効果のこと、市民サービスの観点で検証すべきだと思うんですが、これはもうなされているのか、また新年度やるのか、この比率も含めてちょっとご答弁いただきたいと思います。はい、人事課与田でございます。まあ、まあ、退職者不補充に伴いまして、まあ、その分をですね、まあ、委託ということで対応しているところです。まあ、子ども部 の保育園の給食であったり、環境部の収集業務、土木部の道路サービス関係について、まあ、委託化を行っているというところですが、まあ、現在のところ委託前と比較しまして変わらず、まあ、業務が行われているということで、まあ、担当課から聞かれていると伺っておりますので、まあ、今現在のところこのまま、退職者不補充に伴って、まあ、委託化を進めていきたいというふうに考えております。以上です。はい、委託の問題については本会議でもいろいろこう出てますので、やはりしっかりとした検証まずやっていただきたいなというふうには思います。それで細かい予算の内容について何点か伺いたいと思いますが、私は概要版の方から質問したいと思います。いいですかね。概要版の36ページの
発災後72時間を乗り切る体制のことなんですけども、あの備蓄品についてはあの柏市も計画的に配備をしていると思います。当然目標を持ってそれに沿って充足率を高めていると思うんですけども、あの新年度防災備蓄に関してはその充足率は、どのような状況になるでしょうか。はい、防災全課の須藤です。備蓄品につきましてはですね、平成2年から、あ、ごめんなさい、令和2年からですね、5カ年の計画で平成30年度アセスメント調査をもとにですね、整備を進めております。来年度ですね、令和7年度以降のですね、備蓄品の、何が必要なのかも含め、あと数がどのぐらい必要なのかも含めですね、来年度防災アセスメント調査を実施する予定で予算計上させていただいております。以上です。はい、あの包括外部監査で指摘された中で、あの市民に対しては、まあ、3日間の水や食料を、ちゃんと確保してくださいねっていうふうに言っています。で、包括外部監査の中で指摘されているのは、消防局や柏市の上下水道局等を含めた職員に対しては本庁舎等において食料品の備蓄がなされておらず、個人が72時間分の食料などを準備して個人のロッカーに、で保管するように決められているが、これはおかしいんじゃないかっていうあの指摘が外部監査からされています。で、あの職員の方が災害の時には本当にあの家族家庭を顧みず、あの優先して、任務に当たるっていうことを考えられるわけですよね。そういう職員の生命等の維持のためにも必要な備蓄は市の方で実施すべきであるっていうふうなあの外部監査の指摘がありますけれども、あのこういうことは、柏市 の, その防災の方では備蓄、職員の、災害の時それに従事する職員の備蓄についてはどういうふうに考えていて、新年度は、それが改善されるんでしょうか。林君。はい、防災安全課の須藤です。包括外部監査の中でですね、指摘がございます。現状としましてですね、今現在市で職員用の災害対応に向けた際の備蓄品、食料は用意してございません。各職員にはですね、各自参集の際に1日分の食料を持って参集するようにという形で各部局マニュアルだとかそういうところにはお示しさせていただいてございます。現在先ほど1問目のようにちょっとお話しさせていただいたんですが、実際市民向けのですね、市民の皆さんに対する備蓄品が平成30年とのアセスメント調査の段階でですね、不足しているという状況がございますので、それを令和6年度までで食料を完備する予定です。その後にですね、職員のものについても必要なのかどうかも含め、まあ、実際あの職員向けの食料をですね、備蓄している自治体というのは大体やっぱり50、50、半々ぐらいで調査をしてみますとです、そんな状況ではございます。なのでまずは今現在は市民向けの備蓄を用意するということで考えているところでございます。以上です。はい、もちろんその、市民ですとか弱者とか優先順位はありますが、災害の時にその従事する職員の、食料をその個人任せにしてそれぞれロッカーで、ね、保管してくださいみたいな、それでいいのかなってちょっと思いました。で、今他市の状況なんかも調べられているようですから、やはりそこはきちんと職員用の水、食料、これはしっかりとあの備蓄していただきたいなというふうに思います。まあ、これはこれ以上あれですから、要望で結構です。で、概要版の37ページに女性特有の課題に対応した防災資機材の配備、あの非常に大事な視点だなというふうにあの思いました。それであのこれは女性からの特に授乳ケープの提案なんですけども、これは例えばどなたか女性職員とかどなたかのこう提案だったんでしょうか。はい、防災安全課の須藤です。今現在私の防災安全課の約3割が女性の職員でございます。その中でですね、グループワークみたいな形でですね、来年度に向けて女性特有の備蓄品を整備していこうというような投げかけをしたところですね、職員の中からこういったものが必要だろうと、合わせて離乳食も必要だろうというような意見が職員の中から出てきたような状況でございます。ですので、あの、まあ、自治体によってですね、さまざま女性特有の、資機材でございますが、今現在、まあ、柏市ですと、おむつだとかですね、液体ミルクだとか、
整理品等も整備しておりますが、まあ、こういった授乳警部含めですね、離乳食含めですね、今後こういったものを充実させていただければなというふうに思ってございます。以上です。あのやはり女性の視点も非常に大事だなと思いました。それで今あの3割は女性職員ということでしたけれども、例えばの管理職の中に女性職員はいらっしゃるんでしょうか。防災安全課の管理職ということでよろしいですか。あ、そうです。はい、防災安全課須藤です。防災安全課の中に管理職はおりません、担当リーダーが女性おります。以上です。あの市長も積極的にあの女性の管理職登用していきたいというふうな答弁もありましたので、やはりあの防災の部分についても女性の管理職の登用とかも積極的になされるといいなと、今後にそれは期待したいと思います。で概要版38ページ の, あのこれは消防の方になります。自家用給油取扱所整備事業、これあの令和5年が設計になっています。でこれ財源の内訳をちょっと教えていただきたいんですが、補助金はないということでよろしいんでしょうか。よろしく。企画総務課清水です。補助金はありません。以上です。はい、あの来年があの今度は建築になりますよね。建築工事でこの建築工事はだいたいおおよそ概算で、入札とかがあるでしょうから、だいたいこういうものを作るときにはどのくらいの費用がかかると想定されるのか、でその時の補助金があるのかないかも合わせてお示しください。よろしく。よろしく。企画総務課清水です。実際のところ設計してみないとわからないところなんですけれども、他市の工事実績で約5000万円くらいと聞いております。まあ、あれで今後あの物価の現在ですね、物価の高騰などの状況から、6年度の工事では、6000万円程度を想定しております。また、この工事についての補助金や交付金等こちらもないとなっております。以上です。はい、こういうあの大事な事業になんでその補助金とか交付金がないのかなっていうことはちょっと非常にあの疑問に感じました。それであの給油の対象なんですけども、この説明の中に書かれている以外にもあの例えば他の公用車ですね、市の、消防ではない公用車についても、対象になるのか、それと、消防車のその給油の状況もあのここを常時おそらく使うんではないと思いますけども、日常的なその給油の状況はどうなるんでしょうか。よろしく。企画総務課清水です。基本的には、基本的にあの大規模災害の発生時には、人命救出が最優先となるため、消防車両が最優先として使用することを考えているんですが、消防活動が収束した後には臨機応変に、活用するふうに、考えております。また、燃料のなんですけれども、こちら都民セブン署に併設する消防訓練センターに整備する予定となっております。普段は訓練センターに出向する車両のみに給油を行い、まあ、燃料が経年劣化しないように一定量を常に、使用を予定しているところです。通常の給油についてはこれまで通り近くのガソリンスタンドで給油をする予定としております。以上です。はい、あの東日本大震災の時もそうでしたけれども、あのガソリンスタンドに車の長い列があのできて、なかなかあの給油ができなかったっていう経験は多くの方がお持ちだと思います。それでこういう施設っていうのは本当に大事だなと思うんですけども、なぜあのこれが令和5年度の予算なのかなっていうところもちょっと改めて疑問に思ったんですね。で先ほどあの建設工事については、他市の、事例からっていうお話もありましたけども、こういったあの給油所っていうのは消防で持っているっていうところも結構あるんでしょうか。よろしく。企画総務課清水です。近隣市では、船橋市、松戸市、市川市などが、整備しております。以上です。はい、あのもっと早くにあの作れなかったのかなってちょっと思ったんですけども、この時期になった理由っていうのが何かあるんでしょうか。やはり他市の状況を見て貸し足も作らなきゃいけないなって考えたのか、あの要望してたけどもなかなかうんって言ってもらえなかったのかとか、もしその辺のことあのお答えいただければと思います。よろしく。企画総務課清水です。
東日本大震災の後から、市の中では自家用給油取扱い所の整備については、協議を行ってまいりました。大規模災害時の燃料確保は、千葉県石油商業協同組合の頭支部との間で、協定を締結しておりまして、実際に、東日本大震災の当時は燃料の供給に協力していただいたところです。しかしながら、近年市内の給油取扱所が減少傾向にあるため、災害発生時の燃料不足が危惧されるために、安定した給油体制を確保するため、次年度から、整備を進めることとしたところです。以上です。はい、まあ、繰り返しになりますけども、もっと早くにこういう施設ができていた方が良かったんじゃないかなというふうにちょっと思いました。それで同じ消防の今度は警防課につい伺いたいと思います。先ほども消防車ですとか資機材の更新で新年度は5台ということありました。でこれは当初予算では5台だけれども、例えば途中で補正などが出るっていう可能性はあるんでしょうか。はい、警防課本田です。当初予算の方では5台、計上しておりまして、本来の計画ではですね、9台あったところです。ただコロナの影響、それから日野自動車の不正問題がございまして、来年度消防車のベースとなる車種の確保が困難であると、見通しの目処が立っていないという状況で5台は先送りしたところです。今後ですね、消防車両の方が安定して供給をされるようになれば、そういった補正ですとかも考えていきたいと思っております。以上です。はい、コミュニティバスもそうですけども、日野自動車のそのデータ改ざんっていうのはもういろんなところに影響を及ぼして、こういう消防のとこでも本来だったら9台更新したいけれども車両が確保できないから、5台の計上だという今お話だったんじゃないかと思います。それで心配されるのは、これも包括外部監査での指摘ですけども、更新の基準はあるけれども、例えば高規格の救急自動車、通常6年から8年で更新するけれども、経過年数が10年の更新があったと、こういうふうに更新基準を超えていたっていう指摘がありましたけれども、これについてちょっとご説明ください。よし君。はい、警防課本田です。該当の車両は光が丘分所の救急車になります。計画に定める救急車の更新基準はですね、おっしゃった通り6年から8年、またですね、走行距離を16万キロとしておりますので、ご意見をいただいた通り時期は2年経過してはいたんですが、走行距離にあっては約14万6千キロでの更新でしたので、こちらは更新基準値の範囲内というふうになります。それでもともとこの救急車はですね、平成24年4月の手賀文書の解消に合わせて配備をいたしました。ただ手賀文書は救急の出動件数が少ないため、他の救急車の距離というか使用頻度を合わせるために、6年後の平成30年の5月に光が丘文書と配置替えを行いました。その時の距離はですね、3万3000キロということで、それほど傷んでない状況での配置替えです。でその後約4年間光が丘分所で使用し、更新したもので、この更新は計画通りで、特に安全性についても問題はございません。以上です。はい、コロナの影響で救急搬送は急激に増えていると思います。また今後例えばコロナが収まっても高齢者の救急搬送の増大も心配されます。古いその消防年報なんか見ますと、もう倍になってるなと、ちょっと数字を見て思いました。それで今更新基準というお話ありました。更新基準については定期的に見直されていて、これ他種を比較すると微妙にその年数とかが、違うわけですね。だから年数ですとか、出動回数ですとか走行距離だとか、いろんなことを勘案してこの更新時期っていうのは決めるんだと思いますけども、次回のこの更新計画、更新の基準の見直しっていうのはいつになるでしょうか。よし君。はい、警防課本田です。次回の見直しがですね、令和6年度、来年度になりますので、
まあ、基本的に距離年数に関しては、まあ、これまで通りでやっていこうかと考えておりますが、またあの財源なんかもですね、あの加味しながら、見直しをしてまいりたいと思っております。以上です。はい、あの職員の方が本当に不安なく業務に携えるように、あの当たれるようにしていただきたいなと、そういうあの計画にしていただきたいなと思います。で、消防については最後なんですが、あの女性消防職員、先ほど、まあ、あの防災の方で3分の1が女性ということがありました。消防はどうしてもその任務の性格上女性は少ないと思いますが、ただあの柏市としては女性消防職員にあの努力増やすようにことに努力されていると思います。消防庁 の、 あの女性活躍ガイドラインで見ますと、全国の11の取り組みの中にあの柏市も入ってるんですね。これ調べた時に私もちょっと誇らしいなって、そんな気持ちになりました。新年度あの女性職員は増えるんでしょうか。はい、委員長。消防職員課長田です。来年度の女性職員については、1名採用が今現在決定しております。以上です。あの比率については増えるんでしょうか。多分あの全国的な比率は 3.2% っていうのが平均かと思います。で、柏市はまあ比率高い方ですけども、女性消防員のその職員の比率っていうのは何パーセントでしょうか。はい、委員長。消防職員課長です。女性 消防職員の比率については、柏市においては、消防職員全体の女性職員の割合が 5.4% になっておりまして、全国平均が 3.2%、 議員がおっしゃった通り、3.2% となっております。総務省消防庁の女性活躍ガイドラインでは、令和8年度までに、5% が目標となっておるんですけれども、今現在柏市は、その水準を超えている状況であります。以上になります。はい、あのさらに上の自治体もあるわけですから、柏市としてもあの努力はしていただきたいなと思いました。それでその全国の資料の中に出ていた女性活躍ガイドブックの中でも、その男性と全く同じような活動はできないけれども、女性の資質や個人の特性を生かすことで市民の方々にプラスに働くことがあるということが分かったという、あの女性消防員の方 の声が紹介されていて、あの本当にその通りだなと思いました。ぜひあのこれからもさらに増やすような努力をお願いしたいと思います。あともうちょっとです。あの概要版の41ページの公共施設と総合管理計画についてです。で、あの委託費用が計上されていますけれども、その内容について、お示しください。はい、委員長。はい、資産管理課山岡です。この、公共施設と総合管理計画策定事業の内容につきましては、平成28年度に策定いたしました、公共施設と総合管理計画第1期、計画がですね、計画期間、見通し期間としては令和7年度をもって、10年間の計画期間を終了しいたします。それで、令和8年度からですね、第2期を予定しておりましたが、そちらを1年、策定を前倒ししまして、来年度の令和5年、6年度、2か年度をかけまして、新たな計画、第2期計画の策定をする、内容となっております。以上です。はい、確認なんですけれども、これまでこの公共施設と総合管理計画で委託して作ったものは、まあ、施設の白書、基本方針の第1期計画、今おっしゃったやつですね、それと個別施設の再編方針、この3つではなかったかなと思うんですけども、それぞれあの委託して作られたものでしょうか。でその場合は委託先は、どこだったのか、それぞれについてお示しください。はい、委員長。資産管理課山岡です。現在、計画期間に入っております第1期、第1期の、計画につきましては、冊子で言いますと、施設白書編、基本方針編、個別施設再編方針
というあの委員ご指摘の通り3種類、冊子がございます。これの作成にあたりましては、施設白書編基本方針編の策定につきましては、プロポーザル方式で、受託者を選定いたしまして株式会社三菱総合研究所、こちらの方に、委託して、策定をいたしました。もう一つの個別施設再編方針につきましては、先ほどの、基本方針編を、に基づきまして、職員、柏市のみで、策定をいたしました。印刷に関してはですね、市内の、印刷業者の方に、委託いたしました。以上です。で今回はあの委託費用ですからあの市の職員が作らずにあの契約して委託するのかなと思いましたがあの市の職員で作るっていうことはこれは難しい無理なんでしょうか。委員長。よろしく。はい、資産管理課山岡です。はい、無理という、問いに対してはあの不可能ではない無理ではないと、あの思います。ただしですね、この計画の見直し策定にあたりましては、特にこの公共施設の総合管理計画につきましては、市内全部の公共施設についての、基本データの収集からまた、第1期計画からの、計画の進捗状況、そして最新の、社会情勢等ですね、あらゆるデータを収集してそのデータ収集の分データを分析するところから始めなければならないものですから、市、独自でですね市職員、でですね、そういうところから、取り掛かるというところは、かなり厳しいと考えておりまして、その部分について、を含めてですね策定支援について業務委託をする考えでおります。以上です。はい、あのすでにもう廃止になった公共施設もあろうかと思いますけどもやはりあの市民に丁寧に説明して合意を取りながらっていうのがこれまでの答弁でもありました。あの一律 13% あのカットということではなくやはり必要な施設はあの残しておいてほしいなと思いますしあの市民目線に立ったあの新たな、計画を作っていただきたいなというふうに思います。これは要望です。以上です。暫時休憩いたします。再開は10分後2時半とします。
以前に引き続き会議を開きます。質疑は続行いたします。はい、田中委員。何点か伺います。防災の方をちょっと伺います。まず自主防災組織の組織率というか、その辺を分かったらちょっとお示しいただきたいと思います。はい、以上。よろしく。はい、防災安全課の須藤です。自主防災組織の組織率でございますが、少々お待ちください。市内懲戒数がですね、296懲戒ございますが、その中で224の団体ができてございますので、おおむね 85%